ゴドフリーネラーによる肖像画第二代スカーバラ伯爵リチャード・ラムリーはグレートブリテン王国の貴族、軍人、政治家。1710年から1721年までラムリー死爵の儀礼称号を使用した。初代スカーバラ伯爵リチャード・ラムリーとフランシス・ジョーンズの次男として生まれ1686年11月30日に洗礼を受けた。 1702年頃にイートンカレッジで教育を受けた。あと、1703年4月にケンブリッジ大学キングスカレッジに入学。1728年に LLD の学位を授与された。1706年にドイツを旅行した。1708年イギリス総選挙でイーストグリーンステッド選挙区から出馬して、庶民委員議員に当選、キットイコールカットクラブの一員だったため、 保育党所属とされた。その後、1710年イギリス総選挙でアランデル選挙区に倉替えして再選した。1709年にはすでに従軍を望んでいたが、1710年9月20日にダラム副帝督に任命された他は果たせず、1712年にようやく騎兵中佐になり、1713年に第一琉球衛兵隊に配属された。その後、 1715年まで庶民委員議員を務め、同年3月4日に繰り上げ直所で父からラムリー男爵を継承して貴族院に移籍した。また、大太子ジョージと親しく、1714年7月から9月まで大太子の進出自重を務めたほか、同1714年より大太子の主名頭を務めた。1715年には、 第一敵団英兵騎馬隊隊長になったものの、大大使ジョージを支持したため1717 17年に連隊長の職の売却を余儀なくされた。その後、1722年にコールドストリーム英兵連隊隊長を務め、1724年7月9日にガーター勲章を授与された。大大使ジョージへの支持は1727年に、 王太子が、ジョージ二世として国王に即位した後も続き、即位と共に1727年6月15日に、水密顧問官に任命され、首名頭にも留任して1734年まで、務めた。1739年に創設された、ステゴ養育院の初代総裁の一人だった。1737年には、第二代ハービー男尺ジョン・ハービーが、スカーバラ白尺に、 精神疾患の兆候が見られると報告しており、スカーバラ伯爵は最終的にはイサベラ・モンタギュルと結婚する前日にあたる1740年1月29日に自殺した。弟トマスが爵位を継承した。ありがとうございます。